マーティン、マーティスカルは、イングランドの男性プロレスラー。ケンブリッジシャー州、イーリー出身。ロー所属。入場時に持参してくる傘がトレードマーク。プロレスラーになるため、フランクリマーが主催する、ドロップキックストレーニングスクールにて、フランクリマー、ジョン・リッチー、スティーブ・グレイのコーチを受けて、トレーニングを開始し、2005年2月にプロレスデビュー。デビュー後しばらくは、 地元イングランドのインディー団体を転戦。2008年3月にザック、セイバージュニアとのタッグチーム、リーダーズ・オブ・ザ・ニュースクールを結成。2009年5月3日、インターナショナルプロレスリング、ユナイテッド・キングダムに参戦し、セイバーと共にスイス・マネー・ホールディングから勝利を収め、アイポ、UK 統一ブリティッシュ・タック王座に退官し、自身初のベルト獲得を果たすと、セーバーと共に、 アイポ、UK タック戦線で頭角を表す。翌2010年に同王座を手放すが、すぐさま、セーバーとのタックで、再び王座に退官。二度目の王者となった二人は、長期政権を築き上げることに成功し、プロジェクトエゴに敗れるまで、実に630日間王座を手中に収める記録を残した。2011年には、DPW ライトヘビー級王座を獲得し、 シングルベルトに初体感。2012年に入ると IPO、UK ブリティッシュクルーザー級王座、SWE スピードキング王座、RPW ブリティッシュクルーザー級王座を立て続けに獲得し、シングルプレイヤーとしても通用することをアピール。プログレスレスリングやティネ、コンバットゾーンレスリングといった団体にも参戦するようになり、徐々にその活動範囲を広げていった。 2013年より、レボリューションプロレスリングを、主戦場に移す。2014年3月15日には、コルトカバナから勝利を収め、RPW ブリティッシュヘビー級王座に退官。以降、防衛戦として、ケビンスティーン、マーティンストーン、シェルトン、ベンジャミン、ロッキー・ロメロ、リコシェ、ダグ・ウィリアムス、デイビー・リチャーズから勝利し、王座を保持し続けた。 2016年8月22日、ローと契約を交わし、同団体の所属選手となることが発表された。11月18日、ローのイギリスツアー、リーチ・フォー・ザ・スカイにて、同団体デビュー戦を行い、ダルトン・キャッスルを相手に勝利。ツアー最終日の20日、ミル・オスプレイから勝利を収め、ロー世界 TVO 王座に退官した。九月二日、プロレスリング・ゲリラが主催するトーナメント。 バトルオブロサンゼルスに出場。1回戦で、ペンタゴンジュニアから勝利を収め、翌々4日の決勝戦で、オスプレイ、トレバーリーラとイルミネーション 3way マッチで対戦。最後はリーから、クロスフェイスチキンウィングで勝利を収めて、優勝を果たした。12月2日、ロー年内最終 PPV、フィナールバトル2016にロー世界 TV 王者として、出場。 前王者のオスプレイ、ドラゴンギリを加えた3ウェイマッチで防衛戦を行い、最後はリーからクロスフェイスチキンウィングで勝利を収めて初防衛に成功した。12月16日、PWG 年内最終工業ミステリーボルテックスのメインイベントに登場し、PWG 世界王座を保持するザック・セイバー・ジュニアと対戦。37分を超える激闘を繰り広げたが、最後は ジムブレイクスアームバーに敗れて、王座ダッシュとはならなかった。2017年3月21日、ホワットカルチャープロレスリングが主催する、プロレスワールドカップ2017イギリス予選に出場したが、準決勝でザック、セイバージュニアに敗れた。5月12日、ウォー・オブ・ザ・ワールズツアーのセミファイナルで行われた、アダム・コール・ VS、棚橋・ヒロシ戦終了後に突如として、 リング上に姿を現し、トレードマークである傘を開くと、バレットクラブのロゴが描かれていることを監修にアピール。直後にコールを解放していたヤングバックスがコールへスーパーキックを放ち、スカルも傘攻撃で追撃。そしてコールの首に傘の柄を引っ掛けて BC 電撃加入及びコールの BC 追放を高らかに宣言した。5月17日、 新日本プロレスが主催するジュニアヘビー級選手によるリング戦ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場したが予選落ちに終わった11月5日新日本大阪市立体育館大会においてミル・オスプレイの保持する IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦し勝利初防衛戦となった2018年1月4日東京ドーム大会での4ウェイマッチで駆使だオスプレイ 高橋博武と対戦し、防衛に失敗した。2018年4月1日、新日本両国国技館大会でウィル・オスプレイの保持する IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦し敗北。5月3日、新日本福岡国際センター大会でヤングバックスとタッグを組んで、ネバー無差別級6人タッグ王座に挑戦し勝利。新日本では2度目のタイトル大会となった。 8月12日、新日本日本武道館大会で、ヤングバックスとタックを組んで、タマトンが、タンガロア、石森太志二組と対戦。ノンタイトル戦だったが試合直前に、ネバー無差別級6人、タック王座戦に急遽変更され、防衛に失敗した。総じてブリティッシュ三重士と称されるウィル・オスプレイ、ザック・セイバー・ジュニアと比べると、 イギリス古来のレスリングを基調とした比較的オールマイティでバランスの取れた選手であるがダーティなインサイドワークと観客を含めた試合のコントロール能力に長けておりスカル独自のムーブも多く一筋縄ではいかないモノのような立ち回りを得意としているミサイルドロップキック IWGP ジュニアヘビー級王座ありがとうございます